2019年、あの年はオリンピックが来るとか言ってみんな浮かれてて、そんな夏の暑い日に僕と田中湯川で会った。いろいろできるってこと言いたいのか、それともこんなが自分の得意分野があるのか、何撮りたいか全然わかんないんだけど。いいですよね、ロメロ。あ、今日よかったらあれ撮ったやつうちで見る。あ、データも渡せると思うし。何もしないって言ったじゃん。私なんて撮っても意味ないよ。意味あるよ。俺だったら本当のゆかちゃんを撮れるんじゃないかって。私はあんたみたいに適当にやってないの。今から足引っ張んないで。今じゃなきゃダメなの。意味ないの。お前さ頼むから本当のこと言えよ。田中さんはどんな人ですか？猿楽町で会いましょう。